はい、ともくんチャンネルです。はい、今回もね、まあ箱ではね、虎鉄の方なんですが、僕はね、オリジナルで、まあトレーラーの一番星号ですね。はい、まあこんな感じでトレーラーだったらこんな感じになるかなと思って、制作してます。で、これは、一番星北へ帰るの方で、まあ飾り方とか、箱のね、まあ荷台の方の絵の方とか、もうちょっとまあ似せてるっていうか、まあ一番星号の北へ帰る風に作ってます。はい。で、前回は運転席側の荷台のね、箱ボテの方で、まあ白虎かな、白い虎の方を書いて紹介しましたが、今回は助手席側の方ですね。はい、まあ、これは歌舞伎になるのかな。はい、まあ一応いろんなところでね調べて、書いて、まあ色分けもしてますが、はい、こんな感じですね。はい、まあ一応ね、赤色とかに見えるんですが、この一番上ね、はい、これは蛍光レッドかな。まあね、フィニッシャーさんとこの蛍光レッドだったら、まあクリアっぽいような感じ、クリアレッドっぽいようになるんで、今回はミスターカラーのね、蛍光レッドを使ってます。はい。で、まあ黄色とかも混ざったりとかで、ちょっとね、2色か3色かのピンクですね。はい。でスカイブルーになってて、で、メタルダークブルーだったんかな、はい、をまあ波の方ですねにしてます。で、こういう波のね、白い泡みたいなやつですねがファンデーションホワイトになってます。はい、まあところどころね、まあ色の方なんですけど、まあちょこちょこ違うところもあるんですが、はい、まあいろいろね、調べて写真の方も見て、まあ似せたような感じの色にしてます。はい、このね、助手席側の絵の方ですね、まあ、下書きから、こういう何色かのね、色で色分けしたやつで、でまあここまで、まあ助手席の方ですねの歌舞伎の絵が完成したのは、時間にしたら、まあ4時間5時間ぐらいですね。はい、になってます。まあ運転席側のね、前回紹介した白虎の方も単なるね、赤色とか白色とかね、そういう感じの、まあ、黒色とかね、そういう感じの色で、やってますが、それでも前回の方でもね、4、5時間かかってます。はい、まあ一番最初にね、リアの観音扉のこの桃太郎の絵ですね。はい、これも
まあ、こういう小さいところですねに書いても 3,4 時間はかかってます。はい、またね、あと絵の方とか文字の方ですねっていうのはもう天井だけなんで、はい、それでもまあ 4,5 時間かかるかなとは思うんですが、まあやってみるのはね、分かりませんので、はい、まあ一応この天井の絵とかね、まあ色分けとか文字とかを書いたらもうマーカーランプもつけれるしで、この今回ね助手席側書いてで前回運転席側書いてでね、こういう感じで してるんで、あとはまあね、次回この今回できなかったんですけど両サイドのサイドバンパーですね、はい、つけれますし、はい、もう進めれると思います。はい、まあ一応ね、こんな感じで、はい、もう今回はフロントっていうか、キャビンの方ですね、キャビンの方は何もしてません。はい、でこの、助手席側の箱の絵ですね、はい、の方で、ちょっと時間がかかったんで、部品も何もつけれません。はい、また次回ね、次回はまあところどころね、マーカーランプですね、横ですね、横のマーカーランプをつけるか、縦のマーカーランプをつけるかして、でサイドバンパーの方ですね、運転席側は炎みたいな赤色の色ですね、はい、で助手席側が青色の方ですね、波の方ですね、まあ、こんな感じですね、はい、で、まあ、プラ板と、キラキラシールですね、まあ、鱗ステンレスみたいな感じのシール貼って、で運転席側が炎で助手席側がこの波の方の色分けをしてみたいと思います。はい、また時間がそこでもあったら、この内装のね、内装の襖だけでもね、襖か、まあ、畳かだけでもちょっとやってみたいかなと思います。はい、まあキャビンのね、外回りですね、はい、このところはまあ形になってるかなと思うんで、はい、また、次回はちょっとできないんですが、このねアンドの文字の方はちょっと入れれないと思うんですけど、次回は時間があったらね、この内装の畳か襖かを作って、紹介するのと、このね荷台の下の、まあ、箱の絵のね下のサイドワンパーの色分けと部品とつけて、マーカーランプのね、縦か横かちょろっとね、つけて紹介できると思います。はい、まあ助手席側はこんな感じで絵の方ね、完成しました。はい、運転席側ねちょっとお見せします。はい、まあ前回もねちょっと紹介したんですけど、運転席側の、絵ですね、白子の方、はい、単純な色です。もう白色、黒色で赤色で文字のとこが青色ですね、それだけでもね
この、まあ、下書きから色分けからって言うたらね、もうこれだけでも 4,5 時間かかりました。はい、まあそんな感じでね、まあ、時間はかかりますが、まあ、楽しくね、こういう感じでオリジナルでね、僕は作っていってるんで、はい、また、ずっとね、楽しくプラモデル作っていって、まあ、時間がかかっても完成させます。はい、まあ、普通はね、一番星号って言うたら11トン車なんですけど、まあ、僕の場合はね、トレーラーで一番星号だったらこんな感じかなっていうのをね、作ってます。はい、まあそんな感じで、今回はまあこれはね、運転席側なんですけど、助手席側の、箱の荷台の方のね、絵の方を描いて、紹介しました。はい、また次回もちょっとね、部品つけたりしますんで、よかったら次回の動画も見てください。はいはい、それではね、今回はこんな感じで、助手席側の絵の方を描いて紹介しました。はい、また次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。